大山雄介、他球団からの評価を聞きたいのが一番の決断理由。阪神の大山雄介内野手29が13日西宮市内で取材に応じ、今季取得した国内フリーエージェント FA 権の行使を表明した。大山は8年間やってきて、今自分が他球団の方からどういう風に思ってもらえているか、どういう風に評価されているのかなとっていうのを聞いてみたいとずっと思っていたので、それを聞ける一つのタイミングでもありますし、他球団からの評価を聞きたいのが一番の決断理由かなと思います、と胸中を明かした。球団から残留要請があったことを明かした上で、残ってほしいという言葉もいただきましたし、いろいろ話をさせていただいている中でその思い気持ちも伝わってきましたし、本当に感謝していますし、やっぱり個人として評価を聞いた上でしっかり悩んで決断したいという気持ちがあったので行使をさせていただきましたと話した。藤川監督とは電話で連絡、監督と話をしました。いろいろなお話をさせていただきましたし、それを含めてしっかりと考えたいと思いますとした。8年間応援してくれた阪神ファンへ向けての思いを問われると、たくさん成長させていただきましたし、毎日あれだけ甲子園が満員になって、あれだけの人たちの前で野球ができるっていうことは本当に幸せなことだと思いますし、その幸せだったりありがたみっていうのは毎日毎日感じてプレーしていたので、そのあたりの感謝もありますし、これから決断するにあたっていろいろあると思うので、全てが決まった時にしっかりご報告できればと思いますと話した。今後は14日に FA 宣言選手として公示され、15日から他球団との交渉が可能となる。今季の推定年俸に2億8000万円はチーム上位3人に入る A ランク、獲得すれば金銭保証か人的保証足す金銭保証が必要となる。まだわからないけど、締め切り最終日での宣言は移籍の線が強い気もします。もちろん宣言残留の可能性も残されている。一度きりの野球人生なので悔いのない選択をしてほしい。阪神ファンとしての本音を言わせてもらえば、絶対残ってほしいけど、これは本人の権利です。大山がどんな決断をしても尊重したいです。大山選手がまさか本当に FA 宣言すると思っていなかったので驚きました。ジャイアンツファンの私にしたら、来オフに岡本選手がメジャー移籍の方向だと思うので、ジャイアンツに移籍してほしいですが、甲子園でのタイガース戦を考えると少し心配です。今年の FA 最大の目玉になる。大山にしてみれば阪神で日本一にもなり一区切りついた感はある。他に家庭の事情や個人的な移籍理由があるのなら阪神残留の目はまずない。大山が移籍するとなると原口の流出は避けたいところだが、こちらも移籍は濃厚か。球団には感謝しつつも、やはりしんどいのでしょうね。タイガースファンは期待の表れてもあるが、特に大山選手には風当たりが強いと感じている方は多いと思います。移籍したらわかるでしょうね。本人の権利なんで納得して移籍なり残留して頑張ってほしいです。これを見る限りではもう阪神残留の線はゼロに等しい。もう少し明確な宣伝理由が欲しいですよね。他球団の評価を聞いた上で残留したら、それはそれで買う気がないのに見積もりだけ取る人みたいになっちゃいます。だからこそ宣伝残留を認めていない球団もあるということ。原口は大山の動向がかなり気になるだろうな。阪神も2軍で1塁メインの強打者を育成してこなかったら、外国人か慌てて守らせてる井上ぐらいしか候補がいないし、ウエスタンで1塁なんて高浜や片山が守ってたし。何回不意宣言した時点で出ていったら慰安的なコメント散見されるんですけど、どう考えてもいなくなったら困るでしょう。原口も移籍するかもしれない中、一塁が井上と新外国人で簡単に埋まるとでも。阪神に残留するにしては FA 宣言のタイミングがおかしい。まして大山雄介選手ならなおさら、これは移籍を視野に入れての他球団との交渉は確実。出たいなら出たら良いんじゃないかな。大山にとっても好きな球団でプレーできた方が良いし、タイガースも実力や成績に見合わないマネーゲームに参加する必要はない。大山雄介が出たから逆に強くなるような気がするのは来シーズン楽しみやで。少なからず出ていきたい気持ちもあるのだろうね。出ていくにも読売だけは絶対 NG のような気がするが、甲子園で耐えれるか。西武は本気で取りに行くべきかと思うけどね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。